フォレスト出版チャンネルのパーソナリティを務める稲井沢です。本日は出版の裏側シリーズとして、現行依頼から現行入手までの苦悩というテーマで、編集部の森上さん、寺崎さんとお話ししていきます。森上さん、寺崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は 現行依頼から現行入手までという、なかなか私たち読者には見えてこないテーマなので、とても興味津々なんですけれども、こちらは企画が通った後のお話と考えてもよろしいでしょうかまあそうですね、えっと、一応ちょっとざっとですねあのご説明すると、現行依頼にはですね、えっと、大きく2つあって、企画が通ってからの話なんですが、2つあります。1つがですね 原稿作りじゃなくて企画書作りの段階から著者と一緒にやっているものっていうのが一つのパターン。もう一つのパターンが企画書をとりあえず編集者が社内で通しちゃって、それを著者にえ持っていって企画とかえ執筆依頼をえやるという形のその二つのパターンですよね。寺崎さん、このぐらいですかね二つのパターンですよね。大きく分けると。そうですね。大きく分けるとその二つ。そうですよね。 で、まあ、実際に、これは、この二つは、えっ、ー、と、寺崎さんどっちの方が多いですかどっちかな二番のが多いかなあ、本当。うん、あ、でも寺崎さんの、そうか、企画はそういうパターンが多いか。結構テーマから咲かすパターンが多いんだっけそうなんですよ。うん、そうだよね。で、稀にでも、そうだね、一パターンもあります。うん、あ本当。うん、僕はね、どちらかというと一番が結構実は多くてですね。 結構意外と著者ありきって言ってるところが結構あったりとかするので、著者と先に会っていろいろ話聞いて企画書を作っちゃうってパターンが結構意外と先に連絡取って、でまあいろいろ構成を立ててっていう企画書を一緒に作るパターンっていうのは結構僕に一番の方が多いかもうん。そうすると編集者によってこうパターンが結構違いが出てくるっていう感じなんですか そうですね。そういう意味では、寺崎さん、そうだよね。うん。で、2番は、あの、えっとね、原稿が取りにくい著者とか、あの、かなり依頼が殺到しているよと予想される著者さんとかですね、そういった方の場合は、とにかく社内的な企画を通してしまって、で、正式なものにして、で、著者に正式に依頼するというパターンに当てはまることが多いかもしれない。うん、確かに、それはすごい多いですよね。 あ著者さんがやっぱりもういろいろ原稿を書いてて、なかなか入り込めないっていうパターンだよね。うんうん。うん、そ,うそうそうそう。だから変な話、あのー、何も言わずに、あの、最初に依頼して、依頼したはいいけど、それで社内で通んなかったってさ逆に困っちゃう場合だよね。そうなんですよね。<あ>うん、せっかくいい著者さんが取れたのに、企画が取ら,取らなかったっていうのが一番ちょっと残念なんで。 そうだよね。そのリスクはやっぱり避けたいもんね。そうなると、その2番のパターンになるのか。うん、そうか、それは僕もありますね。まあでも比較的僕も1番の方が多いかな。うん、まあそんな感じですかね。うんうん 一番のパターンと二番のパターン、具体的にどんなことをしていく感じなんですかそうですね。じゃあ、ちょっと一番の方、僕の方、二番の方、寺崎さんの方で、えっと、解説しますね。まず一番の企画作りの段階から著者と一緒にやっていくものなんですけど、この場合はもう最初から企画書作りの段階から、もう最初、著者を巻き込んでいるので、えー、それが実際に、まあ、 今後の進め方っていうのを、まあ、つまり企画が通りました。えっ、ー、と、観光決定ですって言ったら、もうすぐ連絡入れちゃいますね。で、まあ、そこでまず今後の進め方を、えっ、ー、と、ちょっとミーティングまたしましょうということで、ミーティングの機会を設けちゃいます。で、その時に、まず、ご本人が執筆するか、それとも、まあ、ライターさんが、あの、執筆するか、まあ、どちらか、 なのかっていうのをちょっともう一度、えっ、ー、と、著者さんと、あのー、詰めていきます。で、まあ、それどっちかで行くっていう話になった場合には、ええー、まあ、まずそのパターンが、えっ、ー、と、決まりますね。で、それパターンを決めた後には、あとやっぱり、あの、構成案ですよね。うん、目次。うん、このあたりっていうのはどういう項目で行こうかといったものを、えっ、ー、と、章立て含めて、ええー、一回構成案を検討して、ええー、それが決まった時点で、 ええー、まあ今度はサンプル原稿を書いてもらうという形になってきます。まあそれがライターさんになるのか、ええー、著者さん本人が書くのかでまた後でパターンが違ってくるので後でまた具体的に説明しますが、そのパターンがあると。で、まあ結局その脱稿の木曜日、木曜のその日を、えっ、ー、と、一応コミットします。 で、まあ、それがまあ、伸びちゃう場合とかっていうのは結構あったりとかするもんなんですけど、で、まあ、観光の木曜日も決めていくっていう。まあ、大体ざっくりこのようなパターンで、一回著者さんと詰めていくというのが、まあ、現行一番の場合の現行以来かなっていう感じですね。うん,うん。ありがとうございます。そうすると、企画を通す前には、逆に言うと、そこまで構成案とかは、やらずに企画通ってから、 細かいところを詰めていくっていう感じなんですかそうですね。まあ、最初からある程度細かく、ある程度はしますけど、やっぱり、えっと、実際にいろいろ会議の中でいろいろ、な、え、ん、ー、だろう、アドバイスがあったりとか、それがあったりとかするでやっぱり、その企画書のままで構成案でいければいいんですけど、そうじゃないパターンというのがやっぱりあったりとかするので、ある程度またもう一回ちょっと詰めていくっていうことが多いかもしれないですね。よりブラッシュアップするっていう言い方なのかな。うん、企画書、 よりよね。うん。さらにブラッシュアップするというパターンが多いかもしれないです。テレサキさんの日本の場合とか、どう <laughs> これはもう、そうですね。あのー、本当に企画書はね、担当編集者の妄想。あのー、この著者に、 こんな内容を書いてもらったら絶対売れるに違いないっていうのを、うんえー、これを作るときが一楽しいんですけど、個人的には。で、それをまあ通して企画を著者に提案すると。ただね、僕よく考えたらね、これ1と2の中間が一番多いわ。まず、<ー>うん、まずね、著者にね、声かける。で、こういう企画を考えてるんだけど、うんうん、まだ企画、担当レベルの企画段階で、えー、だけど、進めていいかみたいな。 ことをね、連絡して、えー、で、最終的に通ってから企画書を見せてます、いつも。なるほどね。うん。なるほど,るほどそのパターンか、そのパターン確かにあるね。僕もあるわ、言われてみれば。確かに、そこ、一緒にまだちょっと通せてないから、みたいな、うん、そういう感じだよね。そういう感じ。で、あの、ほら、やっぱり、他者に取られたくない著者っているじゃない。わかるわかる。だからね、もう思い立ったらその日にね、依頼するっていうのはね、ちょっとね、僕何回かそれね、 遅れを取って、うん、あの、他者に取られたっていう、あと他の編集者に取られたりっていうのは経験してるんでね。うんうん。とりあえず思い立ったら連絡っていうのは結構かけてる。そうだよね。結構そのパターンは、うん、あの、著者をまず捕まえちゃうっていうのはありだよね。あの、人だっていう時はね。うん、うん、それは本当にあるかもしれない。テーマから人を探す時って結構でもあるでしょ自然調でしょそうなるとやっぱ2番のパターンなんじゃないその方がいい。 もないかうんと、そうだな。でも、テーマでこの人で絶対い,い,いけるって思ったとき、やっぱり著者を先に抑えるかな。そうだよね。まあ、著者さんね、抑えないともう、その企画成り立たないからね。うん、そうだよね。そのパターンだよね。だから、全くさ、そのさ、それこそ本当に人気でさ、もういろんな方で、まあ、いわゆる大物の著者さん。 まあ、うちはどちらかというと、その辺の部分っていうのは、新人さんとか、新人の著者さんとかっていうのが結構多いパターンが多いけど、あのー、これ、たまにこの応募の著者の場合、重み、うん、の竹をまあ、くどくみたいなことって、やりますよね。うん、そうだね。うん。これ、寺崎さん、手紙とか書いたことあります僕はありますけど。あ、僕も手紙はね、結構使いますよ、今も。 あもか、今使ううん、たまにね、たまに。うん、ところで、森谷さん、あのー、新卒でさ、えっ、ー、と、うんうん、出版社に入社したでしょうん,うん。俺は変プロだったんだけど、アルバイトで。うん,うん。うん。その時ってメールあったいやー、ないですよ。ないよね。なんか、ね、僕だってあれですけど、一番最初、ワープロですよ。ワープロ。パソコンじゃなかったですもん。そうか、フロッピーディスクでしょ そうですよ。うん、わかるわかる。難しいですね。そうなんですよ。MSDOS ってテキストデータをこう落として、文字指定と色指定っていうのをそれぞれ指定してっていう形で入稿してましたからね。うん、GTP がなかったですからね。なんかね、メールはね、一応あったんだけど、うん、全員共有のメール1個。1> そうだ。<laughs> そう <laughs> あの、一応念のたびに言うと、あれだよね、1998年、99年、2000年ぐらいだよね。そう、そうそうそう。俺97年かなだか、だから。いや、そうか、手助けして。そう、98年、99年あたりは、そうですね、メール個人はなかったんですね。そう、だから、電話で原稿依頼もするじゃないですか。いや、やりましたね。でさ、当時携帯もないからさ、 はいはい。電話で捕まえるのって知らんの技だったんですよ。知らん、そうだったよね。で、電話で捕まったら絶対にこれを言わなきゃっていうのをメモしたでしょ。<laughs> いや、したよ。だってやっぱりそうじゃないともう、一回のそのチャンスがもうアウトですからね。そうなんだよね。うん、言い忘れたなんて言ったら。うん。いや、そういう意味で本当にあの時はすごい慎重でしたよね。一回の重みってすごかったですよね。そう、一回、そう、著者が捕まったらもう、やよっしゃー って感じでねそうだった、うん、確かにいやー今の方が結構意外とそのあたりっていうのをちょっとなんてでおろそかにしてるって言ったら語弊があるけどキー、うん、感が近かったよねであれさ手紙を送って届いた頃にてますんだよねそうなんだよ、うん、大体ね2日3日こうとかにねで俺もなんかね誰に教わったか分かんないけどね1枚の手紙は失礼だっていうふうに教わって 2>,、うん、2枚以上書いてていつもあ本当にうんでも 基本的に2枚以上になっちゃうよね。だって、ご本人のさ、過去の著書のことにまず触れたりとかするわけ。まあそうだね。そうそう。うんうん、そうだ、それでどれだけこう感想を述べながら、そのどれだけこ,こっちが思っているその思いとか、うんあ、その今考えてる企画のことについて、うわーって書くわけじゃん。うんうん、まあ2枚はいっちゃうよね。そうだね。うん あともう一つ僕手紙以外でやったのは講演会とかさ。うん。エミナーはい。<と>しちゃうんでしょう現場に。そう、現場に行っちゃうパターン。現場に行っちゃうパターンはやりますよね。そうだよね。そしたら名刺交換できてね。居場所がわかるもんねそ。そうそうそう。うん、例えばサイン会とかさ。うん,うん。なんかさ、そういった時とか並んじゃうとかさ。そう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 。だからたまにありますよね。だから自分が担当してる著者さんが、 えっと、サイン会やってて、そしたら、それでそばにいるじゃないですか、自分が。うん。で、その著者さんがサインしてる。で、それ、あの、サインくださいって言ったのが、編集者だったりとかさ。確かに。ああ、なるほど、なるほど。うん、そういうパターンもありますもんね。未だに。うん。うん。そうですね。ちなみに、どき方みたいなのはあったりするんですかどき方う,うん。なんかこ、こういうポイントを攻めると、どき落としやすいとか。 それどうなんだろう寺崎さんあります僕ね、やっぱり、それありそうでないかなやっぱりでも、うん、基本的なことは絶対やっとかなきゃいけないのは、その方の著書は、過去もうすでにある著書があれば、それも絶対チェックしておくとか、それはもうみんなやってるんじゃないかな。どうですか、ね、寺崎さん。うーん、そうね。それは、そうだね。だから、うもうあえて、その著者の、 著書に付箋をいっぱい貼りまくって、<laughs> 手元に、こう、もうこんなに読んでますみたいな。<laughs> アピールするっていうね、うん。そうですよね。だからちょっと半分これすごい大げさかもしれないですけど、まあ文芸編集者なんて特にそうなんでしょうけど、もう半分恋愛みたいなもんですよね。だから恋愛で、あの、惚れたその女性とか男性とか異性に、こう、愛を、 なんていうのかな伝えるというか。そうだね。それはもうすごいいい表現だね。だから、そういう意味では成功必勝パターンはない。うん、ご縁があるかないかですね。うん、そう。やっぱりね、相性っていうものがありますしね。うんうん、うん、そうなんですね。うん。で、あとやっぱりね、これがね、どうしてもね、ちょっとしがらみというかなんかあれになっちゃうのが、やっぱり会社の看板で行くじゃないですか。それでやっぱりその会社に対するイメージとか、 っていうのもやっぱり、あのー、あったりとか、そういうのをこだわる方もいらっしゃるんでね、中には。うんでそれで、まあ、ちょっと、そこで、うん相、相性が合わないというか、そこがダメだったとかっていうパターンも、ゼロではないですよね、先生さん。そうですね。うん、うん。そう、そこはもうどうしようもない、個人レベルでは。っていうのがありますよね。そんなところでしょうかね。 この番組では編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報などリスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひフォローしてくださいね。また次回もお楽しみにフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聴きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォーム VOICY では平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひ VOICY のフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。